俳優のカンフンが自分自身を良い大人になりたいと呟つべました。最近、彼は雑誌 ARNH4目のインタビューに登る上しました。彼は高校1年生までバスケットボールをしていたと話しました。今でもバスケットボールに対する情熱は変わらないものの、バスケットボール選手としての未練はないと明かしました。ある日、カンフンはこれでは職べていけないと思い、バスケットボールから離れる決断をしました。彼は3ヶ月間、一人で運動をしながら、バスケットボール選手としての情熱が冷えてくるだろうか、ということを見守りましたが、結局は戻らなかったと述べました。それゆえ彼は、バスケットボールを始めたことに後悔はないと語っています。彼は演技のそばら、乗馬と剣術を学んでいました。初めて乗り馬を習った時、カンフンは、落馬が一番怖かったと振り返ります。落馬したら痛いだろうと思っていたため、彼は緊張していました。しかし、実際に馬から落ちた際には全然痛くなかったと話しました。それ以降、彼の実力は飛躍的に向上しました。彼は、もし落ちなかったら、ずっと恐怖心を持ち続けていたと思うと打ち明け、人は何かを経験することで成長する必要があると述べました。最近、カンフンは SBS のバラエティ番組ランニングマンにて演しました。そこで彼は幼少期に自分を笑わせてくれたユジュソクと母を見て他の人にとっても良い大人になりたいと思ったことを明かしました。彼は自分のフィルモグラフィーを接近でいくつもりであり、誰かが彼の作品を見て何らかの形で記憶に残ることを望んでいます。彼は漠然とした想像ですが、私を見て演技を始める人が一人でもいたら本当に幸せです。私も誰かを見てこの仕事を始めたからですと